時刻は1時になりました。中川家ザラジオショーの時間ですが、まずは気象に関する情報をまとめてお伝えします。日本気象協会の近藤さん、お願いします。はい、今はですね、梅雨前線や低気圧の影響で西日本から東日本では太平洋側を中心に広く雨が降っています。そして先ほど線状降水帯が発生した静岡県では1時間雨量が藤枝市高根山で 86.5 ミリと猛烈な雨、箱根町で 53.0 ミリの非常に激しい雨を降らせました。この大雨を降らせた活発な雨雲がただいま東へと進んでいます。現在神奈川県や東京都心、千葉県の一部にも活発な雨雲が流れ込んでいます。この後関東地方は夕方にかけて雨のピークとなりそうです。雷を伴って非常に激しい雨を降らせる恐れもあります。多いところでは関東南部で100ミリが予想されています。お帰りの時間帯にピークが重なることもありそうです。交通機関に影響が出る恐れがありますので、最新の情報をご確認ください。そして降り続く雨で命の危険に及ぶような土砂災害が発生する恐れもありますので、この後本当にお気をつけて気象情報をご確認していただきたいと思います。こちらからは以上です。日本気象協会近藤さん、ありがとうございました。この時間特に警戒が必要なのは静岡県で、大雨の影響で磐田市が一部地域に緊急安全確保を発令し、静岡市と浜松市はそれぞれ一部地域に避難指示を出しています。そして関東南部は夕方にかけて雨のピークが来るということですので、警戒を続けてください。静岡県内の大雨のため運転を見合わせていた東海道新幹線は午後0時30分に運転を再開しました。ただダイヤが乱れていますので、ご利用の方は引き続きご注意ください。この大雨は明日にかけても続く見込みで、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水氾濫に警戒が必要です。明日午前6時までの24時間に予想される雨の量はいずれも多いところで、東海と近畿で200ミリ、九州南部で180ミリ、四国と九州北部地方で150ミリ、東北で100ミリとなっています。これまでに降った雨の量と合わせて十分な警戒が必要です。警報の状況や交通の状況など新しい情報が入り次第お伝えします。以上、気象に関する情報でした。まあ、始まります。ちょ、小雨じゃ傘ささないんですけど、今日はさすがにね、これはそうやな、さした方がいいね。まあ、ずっと思ってるんですけど、その、うん、傘はいつ進化するんですかね。やっぱ傘は傘なんですかね、ずっと、うん、あのもう気持ち悪いびしゃびしゃの確かにね、出す時のあの、うん、ちょっとでも濡れるあれがうっとうしてね、まあ、畳む時と、はい、あと後ろ濡れるね、やっぱ傘ってこう前中心、なんか足のとこ濡れてるよね、濡れてるね、これどんだけ傘斜めに確かに傘だけはずっと傘やな。確かにそんな進化してないか変わりないか、ちょっとこうなんかあのこう丸くなって、あんまりこうかかないよ。いやでも足元濡れてんねん足元な、どっちにしろ 靴が濡れてるやん、まあ、今俺冷たいもん足濡れた、やっぱり濡れてる、あのかしっかり傘さしてんけどいやあかんねこれは、カバンの端っこの方ピシャッてありえな、見ちゃってなってる、確かにあなたジバーって車から出るとき一番嫌や、ね、もうあれも嫌ですね、あれもなんとも傘ですね、やっぱ、ね、所詮傘は。あれ結構ちょっとだけ開けて傘を先ボンって先出すねんけど、先出しても結局出るときにね、うん、濡れますね、濡れんだあれな。あと車の中入るとき傘のもう直しようがないか、がないですよね、びしょびしょのやつを助手席にドンと置く、ドンと置くぐらいしかない。でまた椅子拭かないね、やっぱ傘は傘ですね、傘は傘ですね進化せえへんな傘。あとね、うん、自転車、お、自転車、自転車はどこまで行っても自転車やん。なんて最近多いやな。結局こぐやん。まあ、こぐんやけどな、自転車。何やねん、この作業と思うときあるけどね。あるやん。ちょっとウィンドウに映った自分がアホみたいな自転車こいでんの。うん、こうやって首前後ろにしながら。
なんかこう鳩みたいになって首が傘とね自転車は進化しないですよね、うん、まあ電動ついてまあループもありますけどね、あるけどね、今ループはループで邪魔でしょ、あれ車乗る人からしたら危ないよね、あれあれでも当たったらこっちがあもうほぼ 100% 悪いですからね、いやそらそうやば、であれ注意不足ということで、うん、あれ普通に道路走らなあかんね、歩道は無理やから、そうナンバーついてるループもあるんですけどね、あるね、あれほんまに なんか曖昧なルールで走ってますよね、うん、あれ危ないわ、あとなんかあのスーツケースのやつもあんねんな、あれ今スーツケースで乗れるやつ、そんなんあるかい、いやあんねん、あんねん、あるかい、海外であんでんの、マジで。なんでスーツケース運ぶもんやろ。で運ぶもんやねんけど、それ乗ってな。うん、まあ、海外の人が多いらしいけど、まあ、そんな、まあ、便利になってんのね。進化せえへん、まあ、傘。積まれたってももう腹立つ。カッパ来たらカッパ。今日ももう傘ここ置いてますけど、もうびしゃびしゃですわ。どれ見せて、ちょっと傘。びしゃびしゃ。もうほら。もうこれでなった。ああ、もうビニール傘ね。どっちにしろ濡れるんですよね。もうちょっとあれ、進化しないますか、車もね、自動運転だ、無人運転だ、言うてる時代にね、うん。傘だけはいつまでもほんま。傘だけは。絶対に濡れへんように、これもんかな、やっぱカッパですかね、カッパ。レインコート。レインコート。まあ、脱ぐとき濡れんでしょ、どうせ T シャツの端っこの方とか濡れんでしょ、どうせ。いや、そらまあ濡れるやろな、今日みたいな雨。絶対に濡れないっていう、なんかそういうの開発してほしいですけどね。ないかな、そんな、ほんま。ねえ、難しいんだな。確かに。ベルガモットさん、X からですね。はい、傘、奈良時代からあの形って聞きましたよ。嘘。奈良時代から変わってないね、や奈良時代知らんで、奈良時代なんか昔すぎてほんまにあったんか、ほんで奈良時代って縄文式土器とか言ってるけど、あれ違うやろ、俺また信じられへんねんな、歴史ってそもそも、うん、ああであったであろう、こうであったであろうっていう研究員が言ってるのを想像して、うん、喋ってるだけで、絶対そうとはないんです、うん、限らへんねん、あれ。だから恐竜も嘘かもしれないですよ。そんな。骨格から想像したあの色とかあんなんじゃないかもしれないですよ。もっと黄色とか、もっと銀色とか おったはずですよ。多分。恐竜もおったかおらんかは、わからへんねんで、縄文人も、ああいう、もう、うほうみたいな。あんなんさ、あれもね、ちゃんとした証拠はないんですよ。ないね、こうであろう、ああであろうっていう、ね、うん、学者の人が言いながら、そうやって言ってるだけで、うん。ちょっと希望も入ってたりするかもしれんね。そう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 。なんか芸人が話盛るみたいな感じの。もうそうそうそう。そういう似たようなもんがあるみたいですよ。ねえ。だから、ほら、坂本龍馬とかもおらんかったかもしれん。そんなことない。あれ写真あるやんか。写真。いや、龍馬かもしれん。龍馬似たような人何人かおって写真撮って龍馬って言ってるだけかもしれんしね。わかんないですよ。歴史っていうのはね。まあ、映像に残ってればね。それは、ね、まあ、それはその通りなんですけども。だ明治とかは、多分、まあ、映像あったり。まだ、まだギリギリね。うん。うん、これほんなら問題、江戸時代や。江戸時代もと。ちょんまげ。ちょんまげもあったのかどうか、ほんとは。わかんないですよ。あんな、松の廊下あんな歩いてたとかはね。うん、喋り方とかもあんなんじゃないか。歴史でね、今あんな、いろいろやってますけど。やってね、確かにね。そうじゃないかもしれないですよ。大野方はみたいな言ってない。いや、言ってないと思うよ。あのさ、あのな、みたいなかもしれんよ。それはそれで。あのね、家光さんがね、来るのでね、明日ね、とかそんなんやったかもしれんよ。みんな集めて。まあまあ、ほんまでも分からんもんね。それは 100% 本当とは言われへんもんな。そうなんですよね。ほんまにな。歴史っていうのはね。なかなかね。ただ歴史は繰り返されていくので、うん、やっぱり研究する必要があると。はい、はい、はあ、なるほど。そういう偉い人はね。それやったらコロナも分かったんじゃないかっていう話ですけどね。そういうやつ、山、ね、流行り病もあったやろと。それ震災のね、まあ、そういうのも。あって、やっぱ研究は必要で、やっぱり歴史は研究せなあかんということになってるみたいですけどね。未来に生かすためにもやらなあかんという、ね。最後、高森なんかもう、うん、全然あんな人ちゃうって言ってるもんね、実際は。最後、高森ちゃうのは、何の人やあれ。
最後だろう、知らん、犬散歩してる人ですよね。だまあ銅像になってんねんからね、うん、まあ言うたってね、ただしょうがないね、まあ学校で勉強せなあかんから勉強 してきただけですけど。まあ、幕末好きもいますからね。ほんまにな。二宮金次郎とかも、うせやったショックやな。あれ、ほんまおらんかったみたいな。巻きしょって。巻きしょって、こう。で、あれ知ってる？ある、歩いてる銅像やったんですけど、うん、歩きながら本読むのあかん言うたから言うて、うん、二宮金次郎座らしたんですよ、銅像。何年か前から。変えた。歩きながら読むのは教育に良くない。危ないから言って。危ないから。そんなとこだけ、なんか注意してるんけど、そんなどうでもええやんか。まあまあな、確かに。最後、高森さんなんかな、犬の散歩してる銅像ですけど、うんうん、あれも座れ言われるかもしれんで。そんこんなとこで散歩させたらあかん。散歩させたらあかん言うて、柵作るかもしれんで。むちゃくちゃやもん。ダメみたいな。もうよくわからん。膝の上で抱っこしてる場合も。知らん。それは知らん。なんでよ。それは知らん。なんでよ。あってもええやんか、それは知らん。あってもええやんか。いやいや、進化しないなということなんですよ。まあね。傘は特に。そうか、奈良時代から傘はあんのか。あんねんね。でも一応ね。そういうのね。それ以上のことは考えられへんのか。そうやな。これも X で来てますけども。感じがね、傘の感じ。翔太さん、最新の傘はドローン傘。はい、手で持たずに上空をついてきてくれるらしい。でもうるさいのが難点だとか。そんなん。あ、そう。でも足元は濡れんでしょ、どうせ。まあ足元さ、問題、足元か、問題は。問題は足元です。今また冷たいもん、うん、足首のとこ。で靴も、染みるでしょ、そうやって。靴も染みると。で、先っちょがじわーってなんか、湿ってますね。なるもんな、それな。嫌ですね、本当にもう、腹立つ歴史は変わらない。その歴史を変えよう、変えようとしてね。はい、うん、今、うん、いろんなことを頑張ってる方がいるんですけども、うん、まあ、その、それを一番引っ張っていかなあかんのが、うん、政治家の方なんですけども、まあまあ確かに。で、今、都知事選やってますけども。あ、やってます、今。うん、今ね。見てますか？いろいろ、まあ、政見放送とか。あ、いろいろ、見てますよ。まあ、変わった人もおるなとかね、いろいろ。昨日が。昨日も見ましたけどね、うんうん、もう、あ、笑わしてるんですかね、あれ。あ、それは政見放送。政見放送。なんで、どんなんだ、どんなんだ、それ。いやいや、まあ、なんか、うんうん、そんな公約述べるか、みたいな。ああ。個性豊かなね。はい。うんうん、皆さん、なんかこう、パフォーマンスしたりとか、はい、いろいろやってますけど。面白い。面白いですね。だって50人からだって立候補してる。56人ですか？ 56 人ってすごいね。すごいですよね。若い子からちょっと年いた人までね。うん、そうそう。もうだから公約さえあれば、うん、お金払ってああやって立候補できるんですよね。そうね。アピールはできねえね。そう、うん。アピールできねえもんね。立候補しようかな。俺も立候補して、ね、うん、政見放送出たいなと思って。あれはなかなか出れんで。あれは、ね。出れないですか？いやいや、あれは、だから立候補せん限りは出られへん、あれはな。俺はもう。どんな公約にすんの？公約？うん。タバコ吸いましょう。タバコ吸いましょう党にしよう。うわぁ、うわぁ。もう、どこでもタバコ吸いますかい。うわぁ。うわ、党じゃない、買いにすんねや。タバコ吸いますかい。タバコ吸いましょうかい。タバコ吸うのかい。吸うのかいってない。どっちやねんっていう。まあでもそういうことでもいいわけやもんね。だってね、選挙で思ったね、はい、別に。まあ細かい公約、なんかあります？自分が立候補して公約あげるとしたら。細かい公約。あと夫婦で出かけるとき、嫁さんぐだぐだしてたら罰金20万とか、うん、そういう公約。ちょっと待ってて、一回出たのに、うん、もう一回家の中入っていったら、罰金20万。嫁さんに罰金20万。20万とか、細かい。人混みの中で歩くスピードのこう調整をしたいね。うん、そういう公約。うん、どういう。でまあ、8キロ以上で歩きましょうとか。あ、ゆっくり歩いたら、ぶつかるから。もうぶつかるから、もうゆっくり歩いたら罰金。8キロ以下は罰金。罰金。ああ。早く歩くね。何があるかな、公約な。車内、新幹線とか車内入っても、切符を見ずに、もう、事前に席を把握しておく。ほう。あ、切符見てどこやったっけってやったら、もう罰金10万。はい。
罰金10万です。あれであのぶつかったりしますからね。危ないからね。入り口でわたわたしますからね。なるほどね。それがいいかもしれないですね。だってね、その昔ね、月亭課長さんっていう話家の方が出た時、一夫多妻制。一夫多妻。言ったもんな。ほんまに。真剣に言って立候補しましたからね。うん、出馬しましたからね。そうね。だからさ、ね、なんでもまあ、俺がやるんやったら多分ほんま細かくなるやろな。ほんまにな、公約がね。あと、まあ、どんな仕事でも打ち合わせは1時間以内。うん、1時間1分でも過ぎたら罰金50万。さっきからもしくは金庫。金庫1年。確かにね。あと、無条件で20万。毎月。なんで全国民に。なんで無条件。毎月払うの毎月。うん、毎月20万入ってくるの。入ってくんの、うん、無条件に。無条件。それありがたいわな。それありがたいわ。そういう公約。わかりやすい、うん、もう。もうごちゃごちゃ言うなと。20万払えと、毎月。20万あったら大きいで、生活。いや、さ、でかいよ。家賃払えて、光熱費払えて。うんうん、もうだから、ね、給料丸々減ることはないという。確かにね、もうちょっと月20万払えんじゃん、全国民に。払えるかな、ほんまに。なあ。あんだけ税金取ってんのに。だから取ってるよ、もうほんまに。税金ってうるさい。サラリーマンの人なんかもう鼻から抜かれてるもんね。そうやで。はい、で、ね。公約考えようよ、公約。公約考えなあかんな。もう子供の未来とか、ああいうなんかふわっとしたことあんまり言わないね。もうそんなんいらん。ね。子供はちゃんと生きていくから、その。そう。なんかその若い子をさ、うん、取り入れようとする、そのわざとらしい。今多いね。公約やめてくれへんかな。多いね。なんか、若者層の給料を上げるって、具体的にねえねん。だから、ほんだらなんぼやねんっていう話やんか。いや、言わへんねんな。ほら、これ、あの、強し候補やったら、もう、毎月、無条件で。私、無条件に、毎月、うん、国民全員に20万円支払いします。この人、頭おかしいんじゃん。この方、オッタースポッターさん。はい。X ですね、うんうん。無条件で20万もらえるなら、強さんに投票します。うん、ありがとうございます。絶対強いやろな。絶対後ろ盾いらんで。毎月。いや、もう学校卒業して、ふらふらしてるやつも20万やで。あ、ええやんか。一生懸命働いてる人にも20万。いや、そうなって歪みが出てくるなんであいつ働いてんのそんな20万もらえて、そんな。じゃあもうなしです。文句言うと、あ、金庫。なんで金庫5年です。長いわ。長いわ、金庫5年は。せめて罰金にしてよ、ほんま。でも生まれたての赤ちゃんにも20万やからね、うん、言うとくけど。あ、国民一人一人やから。いや、すごい。払えんのかな、払えてる金。俺は20万なんかいらんっていう人にも20万払います。うわ、いらん言うてんのね。ええ、迷惑。毎月1000万稼いでる人にも20万。20万。払いますか。もう何も、もう、有無も言わさず。20万なんです。嬉しいわ、それぐらいなんか、はっきり、具体的に、いつまでにっていうのをやってほしいな。それは言える。思うよね。なんかこう、うだうだでもない、こうでもない言うてるけど。あんな考える人がおんねやろね。ああいう、まあディレクターやないけど、そういう人がおるんですか？いや、おるんちゃう、そら、あんなもん。ぐちゃぐちゃ言わず20万が一番いいんじゃないですか。ぐちゃぐちゃ言わずに20万払います。うん、あの方、ピンチョス犬尾さん、うん、X ですね、うん。おっちゃんがスーパーでポケットに手を突っ込んで、通路の真ん中でボケと立ってはいけない法律。わかる。あと、ぺちゃくちゃ道端で喋ってる人、金庫5年。金庫5年うん、ご飯食べ終わってるのにペチャクチャ喋ってるのも罰金20万ぐらいもらうもんなら。1時間以内。1時間以内。通します。通します。おるからね、あれ。ぐちゃ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 喋って、これはメールですね。はい。ゆいまるさん、うん、強し候補。うん。無意味な打ち上げにも対策をお願いします。打ち上げね。打ち上げ法。打ち上げ法。打ち上げ法。二次会行く人って、この手挙げた人は、罰金50万。罰金50万打ち上げも行かれへん。行きます言った人も、もう10万ぐらい取る。10万、罰金。店の前には溜まってはいけない。溜まってはいけない。法律。その代わりタバコはもうどこで吸ってもいいです。禁煙、
禁煙してる人からしたら嫌やろね、そこは入れへん。でも20万もらえるという公約が。これはね、僕、一番いいと思うんですよ。まあまあ、まあ。10万でもないんですよ。20万。30万でもない。20万。まあ、ちょうどいい。まあ言ったってね、そら、いろんなとこ住んでる人おるけど、まず、家賃払えるもんね。家賃は十分に払えますね、一人の人だと。いや、まあローン抱えてる人はそこからこう。この20万もそのままローンに当てればいいんですよ。大きい、ね。大きいよ、そら。大きいね。トップ当選じゃん、それやったら。みんな家買えるもん、すぐ。いや、まあ、あ、家買えます、みたいに。ああ、確かにね。ね。俺はできると思うねんけどな。トップ当選やわ。毎月20万。うん、言うてほしいな、どっか渋谷の駅で、外線車乗って、外線管乗って、上で。この方、X ですね。何さんかな、うん、あ ?551 を関東へ展開してくれることをお約束してくれたら投票します。ほんま、すっげえ好きなんやな。これはちょっと551との話し合いになりますもんね。まあ、それはもう、蓬莱とね、話さなあかん、ね。大阪にあるから値打ちがあるんですけどもね。うん、そう。いやでもなんかすごい人気やんか、やっぱこうあの551は人気やな、ね、物産展でも来たらもう朝から行列。そうですね、うん、我々あんまり並んだことはないけどね、551では。だから西の品物が東京で展示やると流行るらしいですね、やっぱり。あ、まあまあ当たり前ですけど、うんうんうん、まあまあ、めったにお目にかからへんっていうやつやね。北海道産なんかは、北海道店なんかはやっぱ大阪行くらしいですね。あの方が人気で、人気、ね、関東でやるよりも。あ、そうなんや。だいたいカニ高専のね、あのカニのチラシ寿司とかも絶対あるもんね。まあそうみたい、ね。ああ、人気あるんやね、やっぱりね、うん、そういうのがね。あとデパートを、あの、だらだら歩いてたら、罰金ばっかり取って。罰金は取りますよ、20万払ってないから。厳しくはします。なんか変なとこ厳しいな。この方は X で飲むひもさん、はい、電車から人が降りる前に乗ってくる人にも罰金お願いします。あ、これはね、うん、これ現行犯にしますか。現行犯これはね、金庫じゃないな、うん、どうしましょう。まあ、車もありますからね、罰金多いですからね、車も、まあ、多いよ、ほんまに。やっぱ歩くことに対してもやっぱ罰金取っていかんと、お互い、あかんと思うのよ。お互いね、外にいてるということで。うん。それだってね、一時停止で反則金7000とか、まあそういうの、あるからね、うん、電車降りる人と乗る人、肩ぶつかったら、10万。まあ、怖いって、絶対ぶつかるんやんか、そんな朝のラッシュとか。その場で10万払わなあかんっていう。乗ってすぐ中に詰めないと思う、10万。中に詰めてください言うてん、通路側に立ってやんか、邪魔なの。だからだから、携帯。あ、電車内で携帯見たら、禁錮1年。アホな法律やな。携帯見たらあかん。携帯見てあかんねんって、歩きながらもう危ないねん。いや、まあ、あれ危ない、確かにいっぱいおるけどね。何を見ることあんねんって、急いで、ね、歩きながら、そうや、イヤホンしながら、あ、イヤホンな、イヤホン危ないな、あれ危ない、聞こえてないねん、もう後ろから車来ても。最近の車静かやから絶対気づかへん人も多いしね。うん、どうしても車乗るからね、やっぱりその歩行者のなんかこう取り締まりもね、ちゃんとせな。もうちょっとね。あんなループがど真ん中走ったらあかんわ。あら、ループね。あの前、ライスの関町が池袋でループ乗ってイヤホンしてんのは、あ、おったわ。そらあかんわ。俺たまたま通りかかったら車の窓上げて、くらーいって言ったら、ハンドル。かわいそうに。びっくりしたやろ思うけどね。そうなんですよ。いやでももう20万はすごい改革やな。僕はこれはすごいことやと思いますね。いや、すごいこと。若手芸人ももうバイトせんでいいから、仕事にね、集中できますよね、20万もあれば。な、もう下北うろうろしてる劇団員もね、もう、その20万あった。劇団に集中できるわけですから、20万あれば。集中できる。これを、ほんまに専門家に聞いてみたいな、こんな公約あったらどうなんですかって聞いて、どんなんて言われる。払えんことないと思うのよね。20万かける1億2000万か、今、人口が。人口が。うん、まあでも、今回は、都議選やから東京都だけやったら。それ東京都からやってみましょうよ。見ます？
東京都からまずは毎月20万やってみましょうよ。それで一回ほんまに。蓮舫さんもそれね、うん、言っていただいたら。いや、ほんで一回、ほんまに次の、選挙の時に。うん。一回出てみろ、ほんなそれで。月20万月20万。他は何もできませんが、うん。月20万だけ、渡したいと。わめやしって言って。でそれ落ちたらできへんやん。落ちたらできへんねんけど、そら、結構上位行くで、上位に。いやいや、もう絶対通るよ、そんな。それが実現できんねやったら。なあ。月20万等から。月にも20万言ってるやん。20万言ってるやん。うん。その代わり、その、ね、いろいろ、細かいの。細かいよ。罰則は増えてしまいますが。もう嫌やな。でも嫌やな。肩当たったあかんとか嫌やな。もうプレッシャーやな、電車の。肩当たったあかん。はい。タクシーも急に止まってはいけない。タクシー、急ブレーキはもう。急に止まって。急ブレーキ1回1000円。罰金。で、タクシーのメーターがカチンって1000円なくなりますから。急ブレーキを。そっち行くの？そっち行くの？もう3800円ぐらいまで行ってたのに、急ブレーキでもう2800円になりますから。うん、辛いな、それ。それできるよね、タクシーやから。いや、できるよね、じゃない。急ブレーキね。いや、あんだけ車のセンサー発達してんねんから。いや、危ないからね、あれ急に止まったりする人多いからね、タクシーの運転さんでもね。うん、止まったりでも、だそうやって。どこそこまで行ってください。ちょっとわかんないです、うん、でも、メーターバーンってゼロになる。いや、それは怖いっすやわ。それまた入れる前やんか、メーター。入れる前やんか、0円からやんか、そこは。いや、マイナスから。それはしっかり研修していただいたら、まあ、毎月20万入るんで、研修もできる。またそれ、20万を傘に。ものすごい批判くんと、お前、20万がないやねんとかって、しまいに言われそうな気がする。罰金は増えますからね。罰金はね。違反の数がもうとんでもないです。警察もてんてこまいですから。もう、いろんな人捕まえながら。大変やな。大変ですね。大変やな。みんな忙しなるな、それ。ほんまに。あと、服屋さん行って、何かお探しですかって声かけたら、罰金1万円。いや、それかわいそうやわ、それは。接客やもん、向こう。だって。服売らなあかんねんから、向こうも。でも言うんでしょ、また。あと、20万渡してね。大きいぐらいがお似合いですねって言ったら、もう、罰金5000円。だから1万円の服買ったら、1万円の服買ったら5000円になります。それ一言言うことによって。で言わそうとするね、犯罪が増えるかもしれないです。そらそや、そんな。何の話してんのかな？これは、X から、仲良くなりたいさん。美容院で、かゆいところありませんかにも罰金お願いできますか？ほら、同じような着てるやん。もうないからな、かゆいとこがな。かゆいとこあるよ、足とか。足とかでも足言われへんねん、あれ。当たり前や、そんなもん。シャンプーしててのかゆいとかはないですかやからね。何か言いたいことありませんかに書いたやのな。難しいね、その振り。シャンプーされてるときに。うん。かゆいとかありませんかじゃなくて、うん、何か言いたいことありませんかに書いた方がいいと思います。言いたいことあります。この方、ユインガーさん。はい、罰金で月30万いくぞ。いくな。いくよ。いや、それぐらい。うん。緊張して生きなあかんけれども、うん、毎月20万が入ってくるというお約束しますと。お約束をしますと。その代わり街一歩出ると緊張ですよ。ぶつかったらあかん。ぶつかったらあかん。ぼーっと歩いててもあかん。急に止まってポケット。携帯は見られへん。で、たむろできない。二次会禁止やからな。この方は、なんて読むんやろうか、うん。X からですね。はい、はい。黒猫さんかな、うん、歩きスマホ、罰金1万円。自転車スマホ、罰金10万円。危ない危ない。危ないバイクスマホ、罰金50万。危ない。自動車スマホ、うん、罰金100万。バス、電車スマホ、うん、罰金1000万。じゃ、高すぎる。歩きタバコ、罰金1億円。いや、それ困るわ。笑い。あ、もっとアホな候補おったね、うん。もっとアホな候補おったわ。絶対やらんようになる。うん、そうですね。確かに。もう、ね、笑いはないけどね。いや、笑いないけどね。ってそう言うたらねえねかわいそうに、ね。そうなんですけども。まあね。はい。もういろんな。皆さん、どんな法律を作っ
ったらいいと、ね、いいかと思いますか。面白いかなっていう言い方もおかしいけどね、はい、まあどうなんでしょうかということで、2時間30分生放送スタートです。西日本の広い範囲で大雨となっています。静岡県の西部と中部では今日午前線状降水帯が発生し、気象庁は災害の危険度が急激に高まっているとして警戒を呼びかけました。静岡県によりますと、大雨の影響で磐田市が一部地域にお前ここお前死にかけてるぞ言って電話で何のつもりやねん先輩に先輩に死にかけてんぞ死にかけてんぞってごめん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 普通の水に戻してって言われて何やってんのあの前やねん急いで普通の水に戻して いやでもそれが楽しいですねやっぱ今はレイさん飼ってないですか動物あもう何も飼ってない俺いいですよお子さんにねなんか考えませんちょっと後世は飼ってるのいや飼いたいんですよ飼ってへんのかいな飼ってへんのかいな飼ってるような口ぶりやったな飼ってへんのかい飼ってへんのかいやいや、飼いたいなってまだちっちゃいんで、ワンちゃんとかね。今のうちから行動だこれ。いやでもいやいや、全然大丈夫や。いや、子供の世話が大変やから、それで散歩とかね。いや、あの犬が面倒見てくれんの、うん、赤ちゃん。いや、あれや、そんな動画あるやん。あるやん。あ、そう、犬断ったんすか飼ってない俺。何の話犬、犬大嫌い。犬大嫌い。ちっちゃい。ちっちゃい。もう赤っぽ。なんか会話が全然血が通ってない。何やその、生命に対して、無関心すぎやね、生命。猫猫。いや、じゃあ猫はそう、犬と言ってきゃ、そんな。いや、でもええねんね。別に小さい時に別に動物全然関係ない。免疫尽くしやね。あ、まあそうですね。いや、うん、散歩とかが大変かなと思って、今で、旅行とかも行きたいじゃないですか。で、旅行行くってなったら、ワンちゃんおったら行けないですよね。だから、そこが。行きたいとこ行きたい。そやな、しょっちゅうご飯食べに行ってるから、家族とな。そうやね。あれ偉いな、思うわ。いや、つよしさんがインスタに上げたら一番最初にいいねくれはるから。うん。あ、そう毎回。一番最初、誰よりも早くいいね。うん。でもそこ。もういった、パターン分かってきたから。どういうこと？パターン。鶏、丼、焼肉。鶏、丼、焼肉。まれてるよ。揚げ物、丼、うん。茶色揚げ物、揚げ物。丼が結構入る、ね。鶏が絶対入ってくる。鶏好きなの。焼き鳥好きどんだけ食うねんと思って。これだって奥さんと二人でどんだけ食うねんと思いながら。いや、ほんま一回来てください、ほんまに。一回ご飯連れてってください。うん、嫁がめっちゃ食うんですよ、ほんまに。あ、そうなんや。嫁がめっちゃ食う。今こう言ってますけど、うん、まだ子供が1歳ぐらいの時、うん、いや、もう子供と3人で行ってるからって言うんですよ、あの量。うん、子供そんな食わんやないか。そう、確かにそう。ずっと子供のせいにして、最近ようやく、うんうん、いや、嫁がめっちゃ食うんですって。自分もめちゃめちゃ食うやろ。俺も食うけど、俺一人で食べるって思われてるけど、うん、嫁がめっちゃ、嫁もめっちゃ食べるんで、だから、はい、奥さんもね、もうすごい愛想のええ奥さんや、ね。あ、そう、お前、この間、それ、レイジさん。そう、営業先で。営業先で。隣で奥さんと、子供二人がね、はい、チャイルドシート座って可愛いらしい。ちょこんと座ってて、はい、奥さんがパンと車から出てきて。あ、そうなんですよ。横、扉開けれます？うわ、ものすごい関西やな。チャキチャキの。ものすごい関西や。チャキの関西。奥さん。だけですっごい狭かったけど、ほんと。いや、横見てる。お前が、お前がアホみたいな車乗ってるからや。誰がアホみたいな車アホみたいな車。そんなことあれよ。そんなことあれよ。ええ車、ええ車ですよ。テレビでかいやろ、家の。え、それ何なんですか。いや、家のテレビでかいのと車でかいのはアホやから。いやいや、俺はそんなこと言わないやん。アホやん。そんなこといっぱいありますけど。そうやん。何や、その、お子さんちっちゃいから車おっきなんねん、それは。偏屈だもんな。そりゃそう、あんた、歪み切った、歪み切った。何や、今。やばいで、全部でかい構成。いや、もうぼちぼちで。あんなめっちゃアホやわ。え、それ言ったらお前いっちゃアホやからな。お前いっちゃアホや、その考え持ってる。お前、いっちゃアホやで、ほんまに。変な考えの、それ。変な考えちゃう。いや、その時ね、奥さん、レイジさんに、ね、あ、レイジさんやと思って挨拶したらしいんですよ。で、強さんも見かけたらしいんですけど、強さんは、もう喋りかけんなオーラがすごかったから喋りかけんな。違う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 。俺見たもん。えこっち来てくれるかな思って俺見てたけど、奥さんなんか、世話してた子供の。ああ、しょうがない。それだと、おむつのなんかやってたから。いや、行こう思ったら行けたらしいですよ。でもなんか、行かれへん空気があったって、レイジさんと強さんでは全然違ったって言ってた。レイジさんの方が、そう、喋りかけやすかったって言ってた。車はでかかったけどっては言ってた。そんな言うてへんやん。車でかかった。車はでかかったし、ちょっとアホみたいやったけど。そんなこと言うてへんやん。昴生とかもでかいから、確かに。でかいで、車。車だいぶでかいって、それは、だってファミリーサイズ。もうでかいやこいつの車じゃないからね。じゃあ、俺でかないっすよ。釣りするから。こいつの車の方がアホや。そこ違いますね。安い会社。安い会社。一番ほ、はい、安い会社。手越くんの自転車より安かったっ。びっくりしました。
サイトで調べたら、手越くんが乗ってる自転車の方が高かった。うずいやん。一番アホやから、これ。はい。なんていうそれ。中古で買って。中古で買うて。安い会社。安い会社。それずっと乗ってるんですよ。なんかあれやね、クラシックな。そうです、そうです。あ、そうなんや。クーラー効けへんから、もう窓全開で。この時期クーラー効けへん、最悪。あ、それ系の車買ったの？そうです、そうです。扉も開かへんくなって。窓から。窓からずっと出てて。うわぁ、もう。レースキー、毎日レースキー。はい。昨日帰ってきました、車が。だから。ずっと待って。で、釣り行って、金魚買って。金魚買って。猫買って。はい、猫買って。何がしたいか分かりませんよ、自分でも。で、釣り行って釣ったやつも逃がすんですよ。ほんで家には金魚いるんですよ。持って帰ったんやのに、そんな。リバース。リバース。はいはい。もう逃がす。僕はもう。ちょっと亜生の方がやばそうやな。亜生の方がやばいんですよ、ほんまに。そんな。いや、僕普通です。僕ほんま、ただただ趣味が。この前も、気づいたら、16時間釣りしてましたわ。休みの日に16時間、はい、どうすんの16時間もう何にも釣れてないです16時間一匹も、そう人のことじゃあ僕のことで僕、うん、僕も本読む時ありますしそれぞれじゃないですか趣味別に、まあね、僕も汗の趣味認めてるし、はい、汗は僕の趣味認めてほしいです、まあ別にね、いいじゃないですか、うん、じゃあ認めてるも何もその舞台でわーって言うてる人が、うん、いきなり楽屋帰って文庫もさって読み出したら怖いでしょなんでやろ周りの芸人とかもええやん好きなんすよじゃあなんか言って俺文庫も好きやわとか言ってから呼んでくれやじゃないとなんで楽屋のみんなに俺文庫も好きやーってじゃないとその舞台からのそのギャップがありすぎギャップがありすぎんのやっぱ周りの芸人さん僕とか同期とかお兄ちゃん大丈夫かとか言うてるんから、ちょっとそれ宣言自分から。いやでも亜生の16時間もそうでしょだってもう結婚した奥さんおんねやろ、はい、奥さんは一緒に行かへんの行かないです。行ってきって。もうその、もう勝手にしてって。へぇ正反対やなやっぱ兄弟兄弟正反対。そうですかやっぱ長木さんとこもそうですか趣味で言うたら。正反対。俺ら趣味ないからな、二人とも。そうや、ないやつ。ないそれかまたもう、なんか趣味作ってくれへんかななんか何やろか。何が好きなんすか文庫本は読まれへんなじーっとしてんのが無理やからなだから釣りもだからすごいな思うね。スポーツ観戦してあるじゃないですか。ああ、すみません。それがスポーツ。スポーツはスポーツは興味ない。全然興味ない。何にもすかラグビーは一応やってたから興味ある。人は誰が好きとかあります人は誰が好きこの人好きみたいな。テレビ見ててとか、アイドル見ててとか。それもない。こいつ。こいつって言うね。ちょっと面白みがない。喋ってて面白みがない。こうせ、諦めんの早いって。ちょっと面白みがない。面白みがないねん。それは。ないでもそんな、ない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 。そんな、こうせみたいにそんな、外でばっかりご飯もな。確かに多いよな。多いですよ。そう、家帰って、ゆっくりご飯でもっていうのが、ないの構成は。いや、ありますよ。ないやん。毎日外やん、飯。俺毎日見てるで、インスタ。あ、今も見たほら、見てるこれ。何やそれ。焼肉。焼肉やん。焼き鳥。すごい焼き鳥。ほんまた鳥、これ、親子丼やから。ラーメン。ほんで、みんな家族で行ってんの。串な。うわ。もう、とんかつ、鶏、ほら、鶏出てくるやろ鶏出てくるやろ鶏、中華、ちゃんぽん。見てこれ。違う。同じような。同じような。趣味が外食にもなってます。グルメとか。まあだから、ほんま食べ歩き。はい、食べ歩きみたいなもん。この間も宮崎の蛙亭連れてってもらって、そのみんなで、で、泊まりで、宮崎で。で、ホテルで宴会。はい。おー。で、みんなで、うやーって、結構お腹いっぱいになったら、一人だけこそーっと、夜10時ですよ。10時ぐらいに抜けて、その暗い道タクシーで、ぼーって一人で、どこ行ってたんです。いや、ちょっと宮崎の街で食べ歩きしよう思って。何食べたん焼き鳥を食べた。あ、焼き鳥食ってたわ。でしょ宮崎で焼き鳥食べたでしょ焼き鳥食べた。あれですわ、あの日ですわ。小林市行って。小林市で。そうそう。小林市。めっちゃチェックして。はい。もういい。小林市。めちゃくちゃ前言うたって、市内全然ちゃうやん。全然ちゃいますよ。だからそこでもう。いや、まあまあそこはちょっと、それは楽しみでね、それは。うまいって絶対入ってんね、一言。あ、そうなの。うまいって入ってんの。コメント2件とか入って。ほんま。それだけ言うなよ。それだけは言うなよ。何のためにやってるの？それだけは。誰に向けて何のためにやってるそれだけ言うなよ。2件。フォロワーめっちゃ多いっすよ。2件中1件は必ずいつも送ってくるおっさんが、いつもお前も食うとんなってだけ送ってくるんだ。いつもそれだけ送ってくるおっさんがいるんですよ。
いつもうまいもん食うとんなっていうおっさんが一人だけ。あ、だから焼き鳥が好きなんや。鳥が好きっぽいね。鳥は奥さんも好き。な、昨日も鳥食うてるよ。焼き鳥、はい。行きつけのお店で。はい。鳥食ってますわ。何が好きなん、焼き鳥の。焼き鳥。いや、でもその、うん、やっぱ、親鳥とかのね、歯応え。うん、そう、親鳥、ひな鳥比べたりとかするのが好きですよ。めちゃくちゃ食うから。ゆず胡椒。あの、ぼんじりとかあんな好き？ぼんじりも好きですよ。皮も？皮も好きです。はい。つなぎも好きです。ずりも？ずりも好きです。いやどうするんこれ。俺、好きな、焼き鳥の部位聞いて、レイジさん、そう、いやいや、ないで、今の何なんや。今の時間なんだ。いやいや、好きなんや、ってことですよね。皮も好き、好きも好き。あと3本ぐらい言うて。いやねん。この時間なんやねん、俺が焼き鳥の好きな部位言う時間。いや、あ、グルメをやっていいじゃないですか、好きやん。だって、強さもね、食べるの好きですよ。いろんなとこ行ってる、いろんなとこ行ってる。いや、そう、だって、その営業先行っても、ココイチとか行くのよ、天一とか。そう、行くよ、ね。じゃ、それやったら、その場所の、なんか美味しいもん食うた方がええやん。ココイチとか天一とか。わかります、わかります。めんどくさい。僕、歩くんも好きなんですよ。だから、ウォーキングというか、その街歩いて観光も好きやから、それ込みでご飯食べる。でも、そんな、その、土地土地ってそんな美味しいとこもないやんか、俺ら行く営業。探すんすよ、それを。後世は探すねん。インスタ。でも後世と飯行くんは嫌やねん。なんでめっちゃ早いねん、食べんの。あ、それはそう。食べないやん。いや、こいつ噛んでへんでって思うぐらい。いや、それは、あえてね、じゃあ、早いねん。先輩と行った時は、その、遅く食べんのちょっと失礼やから、早く、うん、やっぱ強さよりも早く食べた方がええかなと思って、うん、その早く、ことやってるのは、まあ、ありますよ、めちゃくちゃ早い。未だに焼肉とかで打ち上げしてても、うん、来るじゃないですか。牛タンバーって来たら、うん、全部バーって焼くんですよ。ああ、もう。ちょっと俺は良い感は。俺も嫌や、それ。良い感は。いや、ザーはせえへん。ガッサー。ガッサーはせえへん。ガッサーはせえへん。何枚、その。この人数4人ぐらいでおって、まあ、4人前パッと来るやん。はい。もう、えるぐらいちょっと。Walking through the shadowed streets, lost in thoughts alone. Neon lights, they cast their glow as I wander.